ウギ反応は有機化学における人命反応の一つでケトン、アミン、イソシアニドカルボン酸が縮合してビスアミドを与える多成分縮合反応。ウギ反応は発熱的で通常イソシアニドを添加後に数分で反応は完結する。気質を高濃度にすると収率が向上する。用いる溶媒は DMF のようなヒプロトン性極性溶媒が良い。一方、 メタノールやエタノールも良い結果を与える。また、ウギ反応は水の負荷により加速される。プロテアーゼ素外剤のインジナビルの合成にはウギ反応が利用される。エストニア出身のドイツの科学者イバール、カール・ウギにより1959年に報告された。ウギ反応はケトンとアミンからイミンイチが生成するところから始まる。イミンに対し、 イソシアニドとカルボン酸が縮合して中間体にを与える。その段階の3分子縮合が競争的か段階的かは知られていない。その後、早いアシル気転移が起き、ビスアミド酸が得られる。ウギ、アイ、アンク、ケム、アインティ、エド、エンゲル、1962、1、8、創設、ウギ、アイエトール、コンプ、オーアルジー、シン、 1991-21083から1109創設、ウニ、アイ・ワエルナー、B ・デムリング、A ・マリキュールス2003、8、53から66、ボンフィー、ルリーバ、R ・ O ・ R ・ G、リアクト、2005、65、ピラング、M ・ C ・サルマ、K ・ D ・ J ・アム、ケム、ソーク、2004、126、444から445、ロッセン、K ・パイ、 pj ディミー・ケーリー、LM ボランチ、RP レーダー、pj テトラヒドランレット、1998-39-6823ありがとうございます。